ナベさん、3パックのキャンペーンすごく人気ですね。で、3パックのキャンペーンで、その通常あのサーモ3クールやるんですけど、その後に硬いワックスも入れて仕上げるじゃないですか、はいはい、そのメリットみたいなことをちょっと教えていただくと嬉しいなと思ってます。はい、じゃあお願いします。お願いします。まあ、本当に好評なんですけど、はい、もう本来ならその3クール、まあ、3クールで、まあ、うちの場合はたまたま、クーのイエロー、うん、でその次は、まあ、イエローレッドみたいな感じでコンビ、うん、はい、で最後にはレッドっていう風に入れて、はい、でまあ、それで本当終わりなんですけど3クールで、はい、でまあ、今回のキャンペーンの場合はそれにプラス、まあ、全部剥ぎ取ってからグリーンをのせておくと、はい、硬いワックスを、はい、で硬いワックスを塗っておけばそれだけ中にはこうちゃんと栄養クリームのようなワックスが入ってて、うん、でそれでももちろん滑るんですけどそれは取れやすくなるので、うん、硬いワックスその、まあ、気温の低い時用のワックスグリーンを、まあ、クーさんのグリーンを入れてパックしておくと、うーん、固めておくみたいな感じですか。そうすると剥がれにくくなるの で、はい、それからもうそれはもう塗ったままお客様にお渡しするんですけど、はい、でそれをもうお客様は自分でそのなんだろうなシーズン の時に、まあ、行かれる前に剥がして、はい、自分でトップワックスを塗っていくと、うんうんうん、そうすれば下 の, そのグリーンが取れにくいので、はい、もちろん板も酸化しにくいということで、うんうんうん、という状態を作っていくという、まあ、ほとんどそういうことを、はい、上級者の方とか、はい、レースをやってみる方々はもうやって夏の間にやってるんですねって、うんうん、でそういうのを一般の方々も含めて、はいはい、興味のある方はこうぜひともっていう感じでやっていくという。あ、なるほどなるほど。たまたま、今回は、まあ、この近隣の方とちょっと遠くの広島の方とかって、うん、でその結構その広島 のところのチューナップ屋さんが、まあ、お辞めになったみたいで、うんうん、それもあって今回は電話が結構あって、はいはい、電話とかその LINE で入ってこられて、はいはい、それでちょっと今広島の方とのお付き合いがちょっと増えてきたかなというふうに思います。なるほど、わかりました。じゃあグリーンで硬いのでこうパックするっていうのがすごい大事ってことですね。はい、わかりました。ではここから作業されていくってことで、そうですね、やっていきます。はい、今3クール終わった。そうです、3クール終わってますので、はい、そこから今度グリーンを入れて、はい、終わりという形になります。あ、わかりました。じゃあその作業の方を進めていただければと思います。はい、お願いします。よいしょ。どんな感じですか、ナベさん、どうですか、どんな感じですか、ワックスの入り具合は。あ、もう入ってますね。もう厚塗りのままでしょ。あ、本当だ。結構ワックスがなんていうんですか、こう溢れているというか。そうですね、多少こう泡の出てる部分はありますけど、はい、もう全然 OK ですね。もうタポタポに浸透しまくった感じですかね。もうタポタポに来てますね。わかりました。じゃあここからこのワックスを剥がして、はい、そうですね、ブラッシングしてグリーンを入れていくみたいな感じですかね。はいはい、まあ、作業の工程なんですけど、はい、まずスクレーピングなので、はい、よく切れるスクレーパーで、はい、まずはこれを削っていきますというところですね。はい、うん、まあ、これあらかじめあとは見てこうやって残ってるところをこう調整しながら、ちゃんとこれがスクレーパーが立ってれば、はい、
ちゃんと角が出てれば、はい、そのこのぐらい切れるという状態ですよね。多少こう例えば滑走面が、はい、削れてきても、うん、問題ないです。逆にその毛羽を取ってると思っていただければ。あ、そうなんですね。少しこう黒いの出てくるじゃないですか、こうやって。ちょっと待ってね。黒いのが。あ、ちょっとグレーっぽいというか。そう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 。はい、でこれはもう滑走面削れてきてるので、まあ問題ないですよ、ね。毛羽が若干取れてるっていうか。そう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 、毛羽が取れてるって感じですか。でこれ3ミリなんですけど、これ今、はい、3ミリのこうすれば当然真ん中が削れて、うん、こうすれば外が削れるので、うん、エッジの際が、はい、これ別にエッジまで取る必要ないので、うん、あんまりこういうふうにはやりませんけど、うん、まあ本当にフラットでいけばこうやってフラットに削れていけますので、こうやって、まあこのぐらいで、あとはもうブラシで、はい、やっていくというのですね。でブラシも、はい、もううちの場合もだいぶもう毛がもうこう死んできているので、うん、逆にこれも使いながら、はい、あの手でやるブラシと、うん、こういったローターのブラシをかけていきます、はい、まあこんな感じで、これだいぶこうなんか目が見えてきた感じ。そうそう、目が見えてくるんですよね。はいはい、よいしょ。で、まあ、軽くこの今の書き出したものを取ってあげて、うん、こんな感じで取ってあげて、よいしょ。でもう一回、はい、これ何のブラシ使ってますか。ん、何のブラシ使ってますか。あの真鍮のブラシ。真鍮のブラシですね、はい。もうそんなに力は入れてないんですけど、はい、軽くかき出してるので、こうやって。でだんだんこうこの今のこれのですね、あの汚れ取りのっていうか、はい、あのが滑るようになってくるのが分かります。よいしょ、こんな感じで。もうだいぶだいぶこれが走るっていう。はい、すごいですね。これ目が出てくるんですよね。うん、これストラクチャーの目が、はい、そうですそうです、で斜めストラクチャー、ま、このまま走れるんですけど、はい、よいしょ。今たまたま今はボアブラシですか。ボアちょっと入れたんですけど、はい、まあ、これもあの仕上げの時で本当はボアいいんですけど、はい、仕上げの時でも。でこの後に、はい、今のグリーンを塗っていきますという、はい、まあ、今これ気温が今日高いので、はい、高い時はもう状況を見てこのままでも軽くこう、生塗りする感じなんですね。生塗りです、はい、まあこんな感じで、はい、軽く、うーん、であとはもうアイロンで、はい、でいくと。
多分120度でも今今日の気温だったらいけるんですけど、はい、まあ、130ぐらいにしといて、はい、やっていこうかなというふうに思います、はい、本当冬だと入んないですもんね。まあ、冬は絶対130はいります。でも空だから130で溶けるんですけど、例えば室温が20度以内ぐらいで、はい、18度ぐらいでも溶けますよね、はい、全然、うんうん、よいしょ。もうそんなにこれでも多い方なんですけど、はい、ね、別に多い分には問題ないので、うん、そうですね、まあ、お客さんにとっては問題ないと思うので、はい、こっちも汚いので捨てます。よいしょ。ちょっとレッドぐらいでやっとくかな。よいしょ。アイロンにペーパーリワックスを染み込ませるんですか。これたまたまこれクーのイエローを使ってるんですけど、はい、別にこのグリーンより柔らかければいいです。あ、そうなんですね。はい、今日は暖かいからやっぱり溶けますね。軽く、はい、あ、やっぱ暖かいんだな相当。これ本当ですね、はい、早いですね。うん、2回ぐらいいくかな、うん、2回ぐらい。ちょっとこれ早めに早めに、はい、早めに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 、よいしょよいしょ。いや今日本当あったかいから本ちゃんでいける。もうこれで、はい、完成の方に向かってますという。はい、このぐらいのスピード で、まあ、できるだけこう板にストレスかけないように。はい、こんな感じですね。はい、はい、うん、作業の方見させていただきます。こうやってこうグリーンでパックしてこうお渡しする。そうですね、あとはもうもう一回戻して、はい、キャップをつけて、はい、ビンディングをつけて、はい、お返しすると。まあその時に一旦これ板からね、ビスを外しましたので、うん、もちろんバカにならないようにも含めてですけど、そういうのは注意してビンディングは手締めでやっていくんですけど、最終的には、はい、まあ、一応こういったものを多分皆さんやってみると思うんですけど、はい、緩み漏れ錆防止ってやつを、はい、その今 のネジの穴のところにですね、あ、はい、入れて、うん、もう一回装着し直すと。あ、なるほど。そうするとトラブルが少ないということですね、うん。まあ、そういうことも含めて、はい、できるだけ、その人がその板を大事に使っていけるようにという、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。今回のサンパックキャンペーン、このグリーンの、はい、もサービスでさせて割引でさせていただきますので、なんでそんなに嫌そうなんですか。はい、いや、これが最終なので、はいはい、ある意味確かに面倒いです。そうですね、一手間二手間加わってます。でもどちらにしてもまあ一手間省けるんですけど、うん、それから自分でやることがないんじゃなくて、うん、保管しておいて、うん、あとはまあそれを剥がして、うん、トップワックスを塗るというシーズンになったら、うん、ということがもうそのままできますので、はい、いや自分でやりたいという人は、うん、サーモのサーモは同じお値段なんですけど、うん、グリーンは外してくれって言われても多分そのままなんですけど今回は、うん、はい、ご自分でやりたい方も今回はすいませんが、うん、私がやってしまいますという、うん、はい、分かりました、はい、そんなサーモバックキャンペーンですけども YouTube の説明欄より詳細ご覧いただけますので、はい、ぜひご確認ください。はい、はい、本日はありがとうございました。
いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですね、どしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければ、また私なりに答えていきますので、よろしくお願いします。スキー、スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー、スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら、 YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。